こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策に舵を切っていく西側諸国。また、英国も対中政策を。香港情勢以来舵を切っている。空母クイーンエリザベスに現在、F-35B ステルス戦闘機を満載しての訓練も開始している。気になるのは、このクイーンエリザベス空母に満載状態での運用になる。これは、護衛艦出雲でも参考になるだろう。では一足先に英国での、米国とのクロスデッキシステムを詳しく見ていきますね。見応えありすぎて、もう他の空母は見れないかも。対中政策に舵を切るのが遅いよな。南シナ海はまた別の話になりますね。2020年10月、イギリスの誇るクイーン・エリザベス級航空母艦のネームシップであるクイーン・エリザベスが、同国が中核となった NATO 加盟国の合同軍事演習に参加したと報じられた。今回の合同軍事演習、ジョイント・ウォーリアー2020は北海を舞台に実施されており、イギリスをはじめアメリカ、ドイツ、フランス、オランダ、カナダ、デンマークなどが参加している。これらは合計で28隻の水上戦闘艦、2隻の攻撃型潜水艦、81機の艦載航空機の参加となっており、総人員数では6000人を数える。NATO 加盟国の合同軍事演習中でも最大規模のものといえる。イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスはジョイント・ウォーリアー2020の中でも中心的な役割の空母打撃群を構成し、アメリカ海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦を従えての演習となった。クイーン・エリザベスは2017年に就役した通常動力型航空母艦で、満載排水量67669トン、全長284メートル、全幅73メートルの船体に F-35 ライトニング2戦闘機 B 型やヘリを最大48機搭載可能だ。すでに2番艦となるプリンス・オブ・ウェールズも2019年末に就役しているが、前級のインビンシブル級、イラストリアスが、2014年に退役した後、一時は、イギリスの航空母艦は、0隻だったこともある。イギリスの財政上からは幾度も、クイーン・エリザベス級航空母艦を、2隻運用、維持していくことが問題視され、他国への譲渡やレンタルなどの案もたびたび報じられたが、今のところ自国運用を継続している。今回、クイーン・エリザベスには、ジョイント・ウォーリアー2020に先立ち、9月にアメリカ海兵隊の VMFA-211 体と自国イギリス空軍第617中隊の合計15機の F-35B と対潜哨戒ヘリ8機が搭載された。このアメリカ海兵隊の F-35B をクイーン・エリザベスの艦載機とするクロスデッキ運用は、今後のアメリカの同盟国の間での貴重なテストケースとめされており、各国での注目度も高い。日本でも護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化改修が、
決定していることもあり、このクイーン・エリザベスでいられた。F-35B の運用情報も参考にした構成、編成が行われるのかもしれない。今回のジョイント・ウォーリアー2020合同演習において、特筆されるのは、実弾の精密誘導爆弾を用いた対地攻撃訓練が、敢行された点であり、F-35B の実際の作戦行動を想定した訓練が、行われた点だろう。実戦に即したジョイントウォーリアー2020では、こうした艦載機 F-35B の攻撃に際して同時に母艦であるクイーン・エリザベスへの敵航空戦力からの攻撃を想定した迎撃訓練が行われたという。前述のようにクイーン・エリザベスの空母打撃群にはアメリカ海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦が加わっており、これらの艦隊防空能力の連携が所属を超えてなされたものだ。そうは言っても、通常時のクイーン・エリザベス空母打撃群の編成は、デアリング級45型駆逐艦2隻、リアンダー級23型フリゲート艦2隻、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦1隻などが想定されている。こうした護衛の艦艇に加えて、大型の補給艦2隻が随伴し、燃料や兵装の補給を担う編成であり、イギリスとしても久々の空母打撃群運用能力を今後向上させていくものとみられている。この中でデアリング級45型駆逐艦は、強力なフェーズドアレイ、レーダーで最大250キロ圏内の敵を探知し、12個の目標に同時に対処可能な対空ミサイルなどで艦隊防空を担う予定だ。また、リアンダー級23型フリゲート艦は、対艦、対地攻撃用のハープーン、ミサイルや魚雷類を搭載し、対水上戦闘艦への対応を、主に母艦たるクイーン・エリザベスの護衛に当たる。アスチュート級攻撃型原子力潜水艦は、対潜水艦、対水上戦闘艦、対地攻撃等の複数の用途に対応し、空母打撃群の実施する作戦行動を複合的にバックアップするものと期待されている。こうした空母打撃群としての艦隊のユニット運用は、現状では大型の原子力空母を最新鋭のジェラルド・フォードまで11隻の航空母艦を保有するアメリカ海軍がほぼ独占している状態だった。これにクイーン・エリザベスやフランスの原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールが後を追い、同様な空母打撃群を構成するようになりつつあると見てよいだろう。ロシアは旧ソ連時代からも本格的空母打撃群の保有には至らなかったが、現在の中国は国産の航空母艦の建造や新型の055型駆逐艦の配備によってアメリカ、フランス、イギリスに続く空母打撃群の保有を目指している。航空母艦そのものが長射程の対艦巡航ミサイルの登場によって有効性を喪失する可能性も指摘されているが、今、しばらくは通常兵器の有として、編成可能な戦力の中心と言えるだろう。